ヨランド・ド・フランスは、フランス王・シャルル7世の娘で、サボイアコ・アメデイオ9世の妻。病気がちの夫や未成年の息子に代わり、長く、サボイアケ領の統治を行った。シャルル7世王と、王妃マリー・ダンジュの間の、第六子、三女として生まれた。洗礼名は、母方の祖母、ヨランド・ダラゴンにちなむ。1452年、サボイアコ・オルドビーコの着難。 アメデオに嫁いだ。前年の1451年には、ヨランドの兄の王太子類とアメデオの妹、シャルロットとの結婚が行われている。フランス王家にとって、サボヤ家との縁組は、東部国境地帯の半独立的な両方をフランスに結びつけておくための伝統的な婚姻政策であった。夫は1465年に家督を相続したが、持病の転換の悪化により、 両国の統治が困難になり、1469年に公爵夫人ヨランドを摂政に任命した。ヨランドは兄をイ11世と仲が悪く、敵対するブルゴーニュ公爵家の当主シャルルト進行を支持しており、そのためにサボイア公国内では親フランス派と親ブルゴーニュ派の内戦が起こり、ヨランドを闘目とする公社が勝利した。外国人。 ヨランドの活発な政治参加は、サボイアの貴族層の反発を買ったが、1472年に夫が死去したことで、ヨランドは息子フィリベルト一世の摂政として、引き続き両国を治めることになる。暴婦の弟のジュネーブ司教、ジョバンニ・ルイジがヨランドの補佐役に選ばれた。ヨランドは、シャルルト進行と、スイス八国同盟との争いに、 サボヤ公国が巻き込まれるのを防げなかった。サボヤ家は歴史的にスイス諸法と友好関係にあったが、1470年代諸島には多くのサボヤ貴族層が兄弟化を続けるブルゴーニュ公国の県政になびく方がスイスと渡り合うためにも有利と考えるようになっていた。当時、スイス同盟最強の国ベルンがサボヤ領防地方に進出し、 またスイス同盟がサボイア領のジュネーブやバレー地方を占領しているなどサボイア家はスイスとの国境問題で劣勢だったのである。またシャルルト進行はサボイア領ピエモンテ地方を脅かしていたミラノ港ガレアッツオマリーアとも同盟関係にあったのでサボイア公国はその面でもブルゴーニュ公に頼る方が有利に思われた。ヨランドの宮廷は親ブルゴーニュ派と 親フランス派の間での陰謀や、党派争いで大いに乱れた。王府の三人の弟、ブレス博、フィリッポ、ジュネーブ司教、ジョバンニ・ルイジ、ローモン博ジャックもまた、それぞれのフランス王やブルゴーニーコートの縁故から、立場が異なり、互いに対立していた。1475年、ヨランドはついに、シャルルトス進行と同盟を結ぶが、ベルン氏の軍勢の防衆への侵入も、また、 ブルゴーニュ軍勢のサボイア家領での乱暴牢石や選挙も一向にやまなかった。ルイ11世は妹の犯行に腹を立て、ヨランドを排して、ヨランドの議定の一人ブレスハクフィリップを折衝に立てようとしたが、失敗した。ブルゴーニュ公との同盟は、ブルゴーニュ領と接するフリブールやバレー地方、また、サボイア領、某地方及び下バレー地方がベルンの軍勢によって、 略奪、占領される事件を引き起こした。シャルルトシ信仰は、スイス諸法とのいわゆるブルゴーニュ戦争を戦っていたが、1476年のグランソンの戦い及びムルテンの戦いに敗北した。サボイア軍のバレエ地方への進撃も失敗し、プランタの戦いでサボイア軍が敗北した後、下バレエ地方は、シオン死教バルタ・アスペルザクソによって占拠された。 1476年のフリーブール条約により、ヨランドは某地方の大部分をベルン市に割譲し、バレー地方及びフリーブールの領有権についても放棄した。これはサボイア家のスイス西部における権力衰退の端緒となり、1536年までにスイスにおけるサボイア家の影響力はベルン市によって完全に排除されることになる。スイスとの和薬締結は、 シャルルトス信仰には裏切りとみなされ、トス信仰は1476年中に、家臣のオリビエドラ・マルシュに命じて、ヨランドを誘拐させ、ブルゴーニュ領内、ルーアンイコールプレーヌの城に遊兵した。ヨランドは、数ヶ月後に城を脱出したが、1478年には死去した。議定のジュネーブ司教、ジョバンニ・ルイジが、息子、フィリベルトの新しい後継人となった。 夫との間に10人の子女を設けた。パトリック・ファン・ケリブラック、レバロア、S139、フスノト33、ナーハ・ペイル・アンセルム・スタープ・シェイン・モン、カプリル・イム・プアメント、ラウト・ケリブラック・ハンデルト・エス・ズイ・ヒダ・ベア・ドック、ウム・アイ・ネン・イトム。ありがとうございます。